わさぷすみんな、どうも、ギフライターともです。今回は先日ご紹介させていただいたアシスタントをやっていただくすなさんから早速企画をいただいたので、そちらを一緒に撮っていきたいと思います。じゃあ早速すなさんから今日の企画を発表してもらってよろしいでしょうか。はい、わさぷすなです。企画に行く前に、普段で一番目玉のカードといえば、目玉のカード、混沌のオメガライジングですね。やっぱり僕といえば、まあ当然ダイダロスですね。ですよね。はい。ということで、今回はダイダロスをサポートするカードといえば、今まであったのはグランドエクストリームだったりとか、怪獣族とかグランガノスとか、はい、そこら辺のカードが高騰してるんですけど、その他にもダイダロスが来ることによって光を浴びるようなカードがあるんじゃないかなって今回考えてきたんで、それをぜひトモさんに聞いてもらいながら紹介したいと思います。じゃあ早速紹介していただきましょう。じゃあまず一つ目、はい、アイスエイジカタパルトです。アイスエイジ、このカードはね、ちょくちょくも最近使われつつあるカードなんですけど、まあ水属性が多い怪獣魚属デッキには必須となるカードなんじゃないでしょうか。エターナルライブの外れ枠だったこいつが、まあ、大ザード作ることによっても大活躍するんじゃないかなと。確かにこいつの値段も上がりつつあるのかな。どうだろう。でもね、この魔法トラップを手札に戻すっていうのが、破壊と違って次のターンセットできるっていうとこあるんですけど、出してってやっぱ相手の手札が増えちゃうと次のターンドローする数も減っちゃうってことで、なかなか嫌がらせカードになるっていうのに加え、この攻守600ダウンっていうのが今フュージョンとかが出てきた中で、攻撃力2800をこいつ1体で突破できるっていうのがなかなか強いんじゃないかなと思っています。確かに600ってなると、なんか400ダウンとかは意外とあるけど、600ってあんまりないですもんね。そうなんですよね。しかも守備力も下げるっていうのがなかなか強みだと思います。確かにこれはライダロスの登場によってアイスエイジカタパルトの時代が来るんじゃないですか。この感じだとこれ期待したいですね。はい、ということで次いきます。はい、まあ、ここまではね、無難な怪獣魚族デッキだったんですけど、ちょっとひねったダイダロスデッキを作りたくて、ほう、紹介したいのが2つ目、こちら、飛来種サンダーボルトです。サンダーボルトです。こいつもね、ハズレ枠として有名なカードなんですけど、そうですね、墓地にレベル7が4体以上いるときに効果でレベル7を1体特殊召喚できるってことで、なかなか発動条件も難しくてロマンカードなんですけど、レベル7といえば、そう、ダイダロスも7なんですよね。7ですね、ダイダロス。ダイダロスってやっぱ出すだけで海があればフィールドのカードを全て破壊するっていう、出したらほぼ勝ちみたいな、もう一発逆転できるカードだと思うんで、はい、まあ、多少時間がかかっても、このサンダーボルトで特殊召喚できればなかなか強いんじゃないかなと思って、このコンボ紹介したいと思います。確かにサンダーボルトって、まあ、発動条件は難しいけど、本当にそれこそデュエル終盤ら辺で引かれたらだいぶ、しかもこいつ雷族なんです。雷族ってことはどういうことかっていうと、海が魚族、怪獣族以外にも雷族、水族の攻撃力、守備力も200力アップするんですね。ぴったりすぎる。ぴったりの相性ですよ。200増えるだけでドラギアスと眉打ち取れるし、さらに召喚したターンだと攻撃力300アップするんで、28ということで、まあ、大体のモンスター取れる。海デッキに相性良くなってくるんじゃないでしょうか。これ意外とやっぱ海ダイダロスってくると水属性で組みがちなところがあるんですけど、これ盲点じゃないですか。そうですね、イラストもね、せっかくかっこいいんでね、確かに使ってほしいです。もうイラストピカイチで多分好きって人多いんじゃないですかね、サンダーボールの。はい、ということでじゃあ3つ目の紹介です。はい、続いて紹介するのは強欲の蛮竜です。強欲の蛮竜、源流族のカードですね。源流族なんですけど、やっぱりダイダロスめちゃくちゃ強いんですけど、結局海がないと効果を発動できない、ただのバニラモンスターになるってことで、確かにそうです、海がどうしても必須になってくるんですね。それをうまいことを回したいってことで、強欲の蛮竜をお勧めしたいと思います。じゃあフィールド魔法を墓地からデッキに戻せる、また海を使い回せる、しかもダメージが入る。優秀なカード。これがでかいんですよ。海デッキって意外とダメージを与える系のカード多くて、例えばグランガノスとはバトルパックに収録されたアキュアショットだったりとか、バーン系のカードもちょいちょいあるんで、結構ダメージ削り性能って高いと思うんですね。
で、加えてダイダロスも増えて、相手のフィールドがガラ空きになって、ダイレクトアタックとか狙えると思うんですけど、最後ちょっとだけダメージ残しちゃったりしたなって時に、こいつを召喚して、墓地を食らえた海をデッキに戻すことで、600ダメージで勝利ってこともあるんじゃないかなと思って。確かに。しかも、ダイダロスの効果って、海を墓地に送って、破壊した後に別にモンスター出せばいいだけですので、かなりダメージ稼げるんじゃないですか、それが決まれば。そうですね。ダイダロスデッキ、面白いんじゃないかなと思ってます。魚族、海流出ないっていう弱点はあるんですけど、全然こいつだけちょっと違うけど、入れちゃうみたいな感じで入れても面白いんじゃないかなと思います。そうです。もうこれから、混沌のオメガライジング発売したら、その今のカードたちを使ってデッキ、作らせてもらいます。はい。はい、ということで今日はその3点をちょっと考えてみました。ありがとうございます。結構ね、今のアイスエイジカタパルト、サンダーボールド、あと宝玉の万竜。この3枚。まあ、もちろんね、名前出てきたらご存知の方いると思うんですけど、逆に言えば名前出てくるまで、あ、いたなっていう方、多分いると思うんですよ。そんな日の目を浴びることのなかったカードを、こうやってね、僕でもちょっとこう、気づかないところで、スナさんが掘り上げてくれるっていうのは、アシスタントにしてよかった。ということで、今回はそんな感じで、ダイダロス登場に合わせて相性のいいカード3枚ご紹介してもらいました。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。